今回はすき家に来ました。ここでフライドニンニク飯を作りました。ニンニクをシンプルに油で揚げた。すき家の強烈メニュー、フライドニンニクを2個使用し、ご飯にのせてコチュジャンで味付けしました。このメニューはニンニク好きな方はもちろん、スタミナが必要な方におすすめです。ただ匂いがきついので注意が必要です。タブレットで注文します。おかずサイドメニューをタップ、ご飯汁物をタップ、ご飯を選択します。トッピングをタップ、フライドニンニクを2個選択。次へをタップ。行き過ぎました。コチュジャンを選択。注文を確定します。まずはフライドニンニクをご飯にのせます。各牛丼チェーンで最もニンニクを駆使したメニューが多いのはすき家で、ある意味ニンニクメニューはお家芸的なところも感じます。かなりのニンニク量です。ちなみにニンニクの匂いの元はアイリンという成分だそうです。ニンニクを食べた後の匂い消しで効果的なのは牛乳やリンゴの摂取が良いそうです。すき家メニューにカットリンゴがありますので、ニンニクメニューの後にいただくのも良いかもしれません。コチュジャンをかけます。一般的なコチュジャンは唐辛子味噌ですが、このコチュジャンはコチュジャンソースになります。いただきます。フライドニンニク、コクうまです。ほんのりニンニクの苦みとコチュジャンのコクと甘みがご飯へと誘う。うまい。ご飯が進みまくる。このフライドニンニクはご飯にも合いますが、ビールのおつまみにも最適です。
完食です。ごちそうさまでした。Ha ha ha ha!